ハインツ・ボルフ・ガング・シュナイファーは、第二次世界大戦中に活躍したドイツ空軍の夜間戦闘機パイロット。白洋、剣、ダイヤモンド付撃地鉄十字章受賞者。撃墜数121機はすべて野戦でのものであり、これは野戦における史上最多記録である。連合国軍兵士の間では、サントロンの幽霊とあだ名された。上気は、 野戦仕様のミッサーシミット BF-110 で対戦を通じてこの機種のみを用いた。野戦型 BF-110G-4、シュトットガルト近郊のカルフで生まれ、ナポラの生徒だった1939年にグライダーの操縦法を学ぶ。同年11月、パイロット訓練生としてドイツ空軍に入隊、基礎操縦訓練を経た後、百四十一年四月には、 正位に任官し、第一夜間戦闘協連航空団に配属された。ここで夜間戦闘技術を学んだ後、同年11月、第一夜間戦闘航空団、第2飛行隊配属となる。1942年2月、同隊はゼルベルス作戦での航空支援に参加し、これがシュナウファーの初実戦となる。 発戦下は1942年6月1日から2日にかけてベルギーで行われた戦闘で達成された。この時ハリファックス銃爆撃機を撃墜することに成功したが2機目を攻撃中に反撃に相避弾。シュナウファー自身も足を負傷しながら何とか祈祷した。この年の終わりまでにスコアを7機に伸ばし、うち3機は一夜の戦闘で達成されたものだった。 1943年7月1日には注意に昇進し、この時までにはスコアは17機となっていた。1943年8月、オランダを拠点とする第一夜間戦闘航空団第4飛行隊の中隊長に着任。同年12月にはスコアが42機となり、この功績により、騎士鉄十字章を受章した。 1944年2月24日から25日にかけての戦闘では50機目の撃墜を達成するが、これは第4飛行隊通算で500機目となる戦果だった。同年3月、第1夜間戦闘航空団第4飛行隊長に任せられ、5月1日には大尉に昇進。5月24日から25日にかけての戦闘では人より5機撃墜を達成している。 6月24日にはスコア84機の功績により、騎士鉄十字章に白用が加わり、7月30日にはさらに剣が加わった。1944年9月、第4飛行隊はドルトムントへと拠点を移し、10月9日にはヘルムートレントに次いで史上2人目となる野戦スコア100期を達成。10月16日、この功績により、 全軍で21番目となる白洋、剣、ダイヤモンド付き私鉄十字章を授与された。11月4日には、第4夜間戦闘航空団司令に任せられたが、22歳の航空団司令は、ドイツ空軍で最年少だった。12月1日、少佐に昇進。1944年終わりまでにはスコアを106にまで伸ばす。 1945年のシュナウファーの誕生日には、イギリスの BBC が彼のために特別に幽霊を放送している。同年2月21日、1日の戦果としては、最多となる、銃爆撃機9機撃墜を達成。同年3月7日の戦闘では銃爆撃機3機を撃墜し、これが、シュナウファーにとって、最後の戦果となった。 1950年7月13日、ワイン買い付けのため、フランスを訪れていた。シュナウファーは、ボルドーで、自動車事故に遭う。彼の乗っていた、オープンカーは、トラックと衝突し、頭部に重傷を負った。シュナウファーは7月15日に、収容先の病院で死亡した。シュナウファー最後の I 機、BF110G-4 の左側垂直尾翼、121の、 ヒルマークが書き込まれている。シュナウファーは164回の出撃で121機撃墜を達成しており、野戦での121機撃墜は第二次世界大戦における最多記録である。このうち114機はイギリス空軍の4発重爆撃機であり、ドイツ空軍パイロットの中で最も多くのイギリス空軍兵士勝者をもたらしたのはシュナウファーではないかとも言われている。 またこのスコアは、西側連合国軍機の撃墜数としては、ハンスヨアヒムマルセイユ、ハインツベイアに次いで3位となる記録である。シュナウファーのスコアのうち、100機が、レーダー種のフリッツ・ルンペルハルト賞位とともに、98機が、非銃種のビルヘルム・ゲンスラー上級総長とともに、達成された。この二人はともに、騎士鉄十字章を受章している。ありがとうございます。